今日は4月1日、ハロウィンの日だね。合唱歴10年の僕が今まで培ってきた経験を活かして皆様におすすめの発声方法を紹介したいと思います。早速いきます。第3位、逆立ち。とにかく重力に逆らいましょう。逆らった分だけ声が美しくなります。まあこれは他のボイストレーナーの方々もたくさん言ってることなので言わずもがなですね。第2位、うつ伏せ。声は地面から伝えていくものなんですよね。よくね、初心者の頃って立って元気よく歌っちゃうんだけど、それは完全な間違いです。歌う時に元気とか立つことは必要ありません。とにかく心を暗く下に下に伝えましょう。埃とか砂を吸い込むとさらにグッドです。第1位、タバスコ50リットル飲む。歌をあんまりやったことない人知らないかもしれませんが、実はこれプロの声楽家の方がね、全員やってることです。タバスコの主成分ってね、喉よくなるでできてるので歌には欠かせないんですよね。初心者の頃ってね、1リットル飲むのが限界かもしれないんだけど、そこは我慢をひたすらしてとにかく50リットル飲みましょう。他にもおすすめの歌の発声方法があれば教えてください。今日はね、4月1日ということで特別な情報をお伝えしました。